ご承知の通り、今アメリカの大統領選挙は予備選挙っていうやつで、はい、だから CNN なんか見ていただくと、あのプライマリーっていう言葉が出てて、これはあのいろんな意味ありますけど、この場合は予備選挙っていう意味なんですよね、はい、で予備選挙がスーパーチューズで終わって、まあ、あのその後のこういうミニスーパーみたいなが、はい、ミニスーパーデーみたいなのがあって、もうだんだん山を越えてたんですが、はい、今回の結果で、誰が一番ショックを受けたと思います？それはね、共和党の方で、あのトランプさんの、勝ちで、はい、誰が一番ショックを受けたか。で撤退してルビオ氏は別ですか、はい、誰でしょうか、じゃあ残ってるクルーズですか。あ、これ誰がっていうのはさすがに意地悪質問か。この大統領選挙の関係あるこの、はい、たくさんの関係者、関係機関の中で、はいはい、誰が一番ショックを受けたか。いやちょっとあのいつもの通り無茶ぶり質問なんですけどいやいやいや、誰だと思います？でこれが、あの見てるとありありと、はい、こうなってたわけええみたいな、マルコ・ルビオさんじゃないですよ、はいはい、ルビオさんはね、あのずっと僕悪口言ってますけど、悪口って自分で言っちゃいけないな、あの批判してますけど、はい、八方美人で、はい、あのせっかく高い能力と、うん、良い人格と、それから例えば日本に対しての知識も豊富で、日本は実は期待すべき人だったけど、良い子ぶりっ子で結局墓穴掘ったと思うんですけど、撤退する時の彼の演説は良かったんですよ。であれが本来の彼だと思うから、なんせまだ44なんで、で次期アメリカ大統領は多分一期で終わるから、下手すと一期持たないかもしれないんで、まだ次も40代ですから、あのあえて言うと、黒人大統領が初めて生まれて次にヒスパニック初めてって、そんな簡単にいかないですよ。でヒスパニック系っていうのは例えばメキシコを中心にですね、あのまあ貧しい人がかつて今も結構多いですけどいらっしゃるんですけど、人口の中で言うと 17% しかいないんで、アメリカっていうと例えばテレビで見るとその黒人の芸能界の活動がすごいし、あのイメージがそういうイメージあるけども、実際やっぱり白人が一番多いんで、普通の白人がですね、で特にヒスパニックって言われる、もともとスペイン語を話してたような人は人口の1割7分しかいないから、それを元にしていきなり大統領になるっていうのは難しい。だからルビオさん自身もその演説でですね、あの天はその今は時期じゃないという判断を下したと、で自分はまあ次に備えるっていう趣旨のことを言ってましたけれども、まさしくその通りなんですよ。だから一平ちゃんが言った通り、今回の結果で一番ショックを受けたのは一応ルビオさん外して、もちろん本人がっかりしてるけど外して、どこですか。でここになってるのが目に見えちゃう。いやもうだいぶヒント言ったよ。あ、岡村ちゃんどうですか。こんなことあんの、ちょっと待ってよっていうのが、もう目の前で、日本人の僕の目の前で、もういや、じゃクルーズでなければクリントンですか。いやクリントンさんはむしろ一番普通に受け止めてた、彼女は予想してた。うん、え、岡村ちゃんに振ったっていうことは、ええ、これ僕の質問は意地悪ですか。いや、どう思う。だってだからヒント言ってんじゃないですか、日本人の僕の目の前に見えるっていうのはこれは、はい、アメリカの大メディアですよ。大メディアは、CNN も、それからアメリカの三大ネットワークもみんな、フロリダは、ヒスパニックの集まりなんだから、だからそれこそそうですよね、あのトランプさん勝つと思って、負けるはずがないっていうか、これはちょっとあんまり不正確になるけど、まあ、あの北米大陸がこうあってですね、ひどいなこの絵、ね、でもこういうに突き出てるのは、ここがあのフロリダであってマイアミなんですよ、でここにあるのがキューバです、これはあのバナナの皮じゃなくてキューバなんです、ね、で実はこうつながってて、ここにあの中南米大陸がどんどんあるでしょ、だからこのキューバから逃げていった人はですね、キューバでその要するに事実の独裁政権がね、その前も独裁政権なんだけど、今のあのラウロ・カストロさんのお兄さんのフィデル・カストロが
皆さんがあのよくご存知のように、はい、ここで政権作った時に逃げ出した人たち、海の目の前だからこのマイアミフロリダ州にここにいっぱい集まったわけですよ、だから単に地元っていうだけじゃなくて、ガチガチの牙城なんですよ、マルコ・ルビオ、名前からしてマルコ・ルビオってルルビオですから、本当は、そうですね、だからここで、その勝つか、あるいはトランプさんと競り合うというのを、CNN から何から、もうずっとそれを予想してたのが、超惨敗なんですよ、トランプさんが圧倒的に勝ってて、で、CNN 見てるとですね、まあ他の仕事しながらですが、ちらちら見てるだけですけど、もう票が湧き出してからですね、これどうすんだ、この原稿は、みたいな。それで、CNN は、正直言って、やっぱり世界のトッププロですよ、ニュースの。それはやっぱりね、またこれの宣伝みたいになるけど、特定のところ宣伝して悪いけども、キャッチフレーズにね、CNN Go There って言うんですよ。CNN は必ずそこ行くと。で、これ本当は CNN Goes There って言うべきですけど、強調するときには、特に米国はこれ取っちゃうわけですよね。Thunderbirds are go. サンダーバードって言うじゃないですか。はい、あれも文法的に変に。僕ちっちゃい頃、最初英語習い出した頃、これおかしいんじゃねえって思ったんだけど。あのカウントダウンとかなんか今耳の奥で。Thunderbirds are go. あれおかしいな、ね。B 同士と普通の同士と両方あるんじゃないかって、ね。で、話を元に戻すと、だから CNN go there って、CNN は必ず現場に行くんだということを言っててです、はい、で僕も現場主義なんで、あれほど組織だってもちろんできないけれど、その CNN が、本当に慌てたのを初めて見ましたよ。へえ、うん。予定も全般。はあ、はあ、はい。それでじゃあルビオがなんでこんな負けたのかって分析しなきゃいけないけど、正直もう目見開いた状態で、あわわあわわ感が出てて、はあはあ、もうそんな余裕すらない。うん。でこれはものすごい現象が起きてるのは、まずトランプさんにとって不利なことがいろいろ出てきたんですよ。でその CNN がね。こういう特集をやってて、はい、これ選挙中にこれやれるっていうのすごいと思うんだけど、トランプ VS って日本語で VS って言ってるけど、じゃあ書けばいいのか、ですね、なんか CNN の話になってあれなんだけど、地上波じゃない そこがいいですよね、ね、トランプ、はい、ね、VS、これ VS って言ってるけど本当 VS 対ね、Truth、 トランプ対真実って言ったわけ、要するにトランプは嘘ばっかり言ってるっていう特集で、なんとか川上さん、ショーン川上、はい、今大変なことになってますけどね、ぐらい、トランプさんの言ってることは嘘ばっかりだギャーっていうのをですね、急にダギャーになったけどももう例えば、一番 CNN が強調してたのはですね、はい、っていうか本当は CNN がトランプさんを押し上げたんですよ。だってトランプさんの演説だけずっと生中継してたの、最初からずっと。僕はもう途中で CNN みんなやめたんだもん。いつも罵詈雑言ばっかり CNN つけたら聞かされるから。だから本当はこの人の演説をずっと生中継してて押し上げたんですけど、その CNN はもうとにかくこう潰しにかかってて、いやそれが日本みたいにいやらしいやり方じゃなくて、こういうふうに見えるようにやるわけですよ、もろに。で、一番強調してたのは、トランプさんが演説しようとしたら男が上がってこようとして、その SP とかに取り押さえられたあの場面あるじゃないですか、壇上に ね、はい、であれをトランプさんはまたいい加減なこと言って、これは自称イスラム国の人間なんだとか影響されてんだとか出任せ言ってるわけですよ、そしたらですね、一応僕の話はここでも全部つながるんですけど、CNN go there って言ってる通り、その男に会いに行ってるわけです、 CNN が。それで逮捕されたんだけど、もういわば微罪扱いで釈放されてて、それで本人に、あなたはイスラム教徒なのって聞いたわけですよ、それと本人は直接、ね、キリスト教徒ですけどって普通に、普通のお兄ちゃんなわけですよ、まあちょっと普通じゃないけども、ちょっとまあかなり一生懸命運動してる人だけども、で、要するにトランプさんの言ってることは全部デタラメだと、口から出まかせだと、しかもそのインタビューで、襲いかかった男は何て言ったかというと、その、カワード、要するに臆病者だと、ほら見たでしょって、その警備員に任せて自分は、ここなってたじゃないかみたいなことをですね、何回も何回も繰り返しやるわけですよ、ね、
でその上で CNN をはじめあのアメリカの巨大メディアが期待してたのはですね、この今言った牙城のフロリダでルビオがあのマルコ・ルビオさんが息を吹き返して、ね、でちょうどオハイオっていうところもやるから、オハイオはケーシクさんっていう名前出てきたけど、みんなあんまり知らないと思うけど、現職の知事ですから、ね、でそこであのケーシクおそらく勝つだろうと。だからトランプさんが全体的にこう止まるような印象が作れると思ってて、さすがの CNN もつまりリアルタイムの動きがすごい柔軟で、いやだからすごいなと思うんですけど、まあトラハチの方が柔軟ですね。でもねCNN は本当はすごく作り込むから、でもそれが全部崩れたで、というのはですね、こういうのも逆効果になってるわけですよ。あ、かえってそのでそれはあの僕適当に言ってんじゃなくて、あの僕なりにこれは政府高官じゃなくて、あの僕の長年付き合ってきた庶民の人に聞くと、あれ言われると、はい、余計に意地でも、トランプさんに入れようかと思うのと、考えてみればと、ね、あいつら全部同じ穴の無地なんだと、CNN も三大ネットワークも、それから共和党の主流派も、それからクリントン一族も、国務省も国防総省もあいつら全部まとめて全部ワシントンで違うんですけど、 CNN は、あの全然ワシントンじゃないんですけど、だいたい本拠地が、でも言ってる意味は分かりますよ、だからあいつらがってね、あいつらってそのアメリカの中に明らかに分断が起きてて、あいつらがトランプを攻撃すればするほど、とにかくみんなでトランプに入れようっていうふうにもうなっちゃったよと。あ、躍起になっちゃってね、もうね。だからそのヒスパニック系もキューバから亡命してどうのこうのっていう歴史も、だからマルコ・ロビオさんの親しみやすさとか人柄の良さとか言ってることのまとまさとか全部吹き飛んで、今までのアメリカはもう全部ちゃぶ台返しだと。はい、あ、一瞬今僕の本見てくれた。もちろんです、もちろんです。すごいな別にそんなつもりなかったんだけど、逆転ガイドのキャッチコピーは、重要なコピーはちゃぶ台返しですから、なんかあんまり評判良くないんだけど。そんなことないですよ。いや、アメリカにちゃぶ台はないんだけど確かに、確かにちゃぶ台ならまだちっちゃくて、おそうですけどね、向こうあのちゃぶ台なら乗っかってんの、あのご飯とか味噌汁とかだからアメリカは大きなテーブルをこう全員でグワシャーンと今ひっくり返してるんですよ、これは大統領選挙の。だから第一核変動、これ悪循環っていうのか何ていうのか、トランプさんが無茶を言えば言うほど、あいつは、ね、自称イスラム国なんだと、イスラミックステートなんだって言ったら、本人あのいやキリスト教徒ですけど言ってるのがまた逆にトランプさんの方が、いや本当なんじゃないかみたいにですね、とは思ってないんだよ、みんな思ってないんだけど、要するにこのテーブルを全部ひっくり返す、このスタジオの中のものをカメラマンさんのカツラも全部引き上がって、嘘地毛です、ね、カツラでもいいんだけど別に、カツラつけちゃいけないのはあの評論家と政治家。そうですね、話ちゃんと戻すともうなんかここにあるもんもうとにかく全部ひっくり返すと、青山の野郎もうここら辺ももう全部引きむしってっていう大統領選挙で、それでオバマさんが優柔不断の彼らしく今頃になってから、みんなちゃんと話しましょうとか、暴力はいけませんわみたいなこと言ってるでしょ。あれでまたみんなカーッと頭くるんです。待て落ち着け、おめえはいつも自分守ってから後から言うだろう、アメリカ人はそこは分かりやすい人で、後立ちじゃんけんは絶対嫌いで、じゃあ最初から言えよお前はっていう、みんなまたカーッと頭にきて、なんとその例えばオバマさんなりのリベラリズムとかいろいろあって、失業率も改善したし、曲がりなりにも保険制度入れたりとかあるんだけど、全部このコップの中に押し込められちゃって、これ全部今までの既得権益だから、これ全部ひっくり返すようになってるんですよ。これは単なる大統領選挙じゃなくて、で僕が言ってるあのアメリカの終わりイコール第二次世界大戦後の世界の仕組みの終わりっていうことですが、さすがアメリカで壊れ方がすごいわと。ということは何言ってるかというと、これ一応 まだ46と思うべきで、46ってのは本選のこと、さっき言ったあの時間軸で言うと11月4日のことなんですけど、あのこれはそれぞれトランプ、クリントンでもちろん決まりですよ。特にクリントンさんはもう決まり、実はサンダース現象っていうのは別に考えなきゃいけないんだけど、今日は話が多いんでこう項目絞ったんですけどね、あのトランプは絶対と言えない、つまりあの陰謀がいろいろある上に、はっきり言うとこれあのトラハチ、いや僕地上波でも言いますけど、暗殺のリスクがあって、
いや僕は仕事からそういう関係者との接触が一番多いから。もういきなりですか。いやアメリカって、いやもうね2週間ぐらい前から、あの要するにもうトランプ大統領並みの、はい、っていうかねもっと正確に言うとね、あのオバマさんが初めて黒人大統領になりそうだなった段階で、あの水面下でアメリカの警備はガラッと変わったんですよ。当然暗殺が心配されたんで、こんなにあの予備予算ってあるんだっていうぐらいものすごいお金も使ってですねやってたんですが、僕のこれ本業での印象から言うと、あん時よりお金使っ、お金って変なお金じゃなくて国家の要するに水面下の、はい、水面下ってことはないけども予算ですから、でもこう項目の中に入れちゃって、ディテール細目が出てこないところで言うと、まだ大統領になってないどころか共和党の候補にもなってないんだけど、オバマさんの時よりも警戒厳しいですよ。はあ。それでこの間みたいにあの銃を持たないで乱入するぐらいならいいんだけど、それで実はですね、ちょっとこの部分は余談だと思って聞いてください、はいね、はい、つまり思い出すのはオバマさんとか、あるいはそのレーガンさん一回撃たれてるんだけど、それじゃないよって言われたんですよこの間、あの出張中にある人から、はあ、もちろんアメリカのこれはあの当局者から、ね、でなんでか分かるって言われてですね、僕もいろいろ考えたんですけれども、要するに例えばリンカーンの暗殺だったり、ね、それからローマ法王に対しての隠れた暗殺だったり、要するにそういうレベルの暗殺計画だと。ですね、これ今何を言ってるかというと、一番はケネディ暗殺なんですよ。それ言われました。要するにケネディを思い出した方がいいと、はいはい、でこれはケネディ暗殺の真相は未だに分からない、そうですね、2039年にどうとかってね分からないけど、殺された犯人とされて殺された人物が、ね、今相手名前言いませんけれども、冤罪かもしれないから、彼の単独犯というふうに結論になってるけど、まあ、そう思ったらアメリカ人はあんまりいないんです、つまり組織が動いたんじゃないか、ほぼ確実に。ということは何を言ってるかというとですね、スナイパー、スナイパー、カタカナで言うと、でこの間のすごく話題になった映画でアメリカンスナイパーってあるんですよ、はい、イーソート監督、これ実在の人物で、実は今僕 彼が自分で書いた自伝を読んでるんですけど、自伝がベストセラーになった後に殺されたんですアメリカ国内、はいはい、でそれを映画化したんですけど、でアメリカンスナイパーの映画を見るとですね、これあの少年時代にお父さんに連れられて鹿撃ちをやって、そこからこの銃で生き物を殺すっていうことを知るわけですよ、その恐ろしさも含めて、でそれがアメリカ軍のスナイパーになって、要するにあの子供がこう母親にね、見たでしょ、はい、見ました、母親にこの爆弾を持たされて、爆弾っていうかその本当は軍用のものですけど、投げようとする瞬間に子供を撃ち殺すと、ね、ああいうプロ中のプロがトランプ暗殺に動いてるというふうに当局は少なくとも心配してるわけですよ。わかります。だから通常警備ではできそんなのを防げるわけはなくて、これもあの映画の世界だけではなくて、例えばジャッカルの 日、の日とか、ね、要するにとても長い射程距離で、ゴルゴ13は極端だけど、あれはもう正直漫画の世界ですけれども、でもある意味ゴルゴ13に通じるぐらいの、こんなところからあの遠くの人間のゴルゴ13は必ずここだけど、いずれにしても命を奪われる射撃ができるのかっていうレベルの暗殺計画がありえるから、つまり周りを固めるだけでは済まないと、ね、でちょっとこれもう話は元に戻すべきだけども、いずれにしろその暗殺が年がら年中ある国で、例えばロバート・ケネディも、つまり殺されたケネディ大統領の弟のロバート・ケネディも大統領選挙の真っ最中に殺されてるわけですけれども、まあ、それ以来とも言えるんですよね。だからケネディ家の悲劇をトランプさんに課されると多分ケネディ家は怒るだろうけど、そこにあのケネディ家の大使いらっしゃって、時々あのその辺りからこのスタジオをご覧になるけど、このスタジオなんか覗き見ってたことがありましたね、でただその警備当局と話してても、
要するに社会の壊れ方っていうことを警備陣はすごく考えてて、要するに今までの警備の考え方と違うことを思わなきゃいけないねって、それで今あの今試行錯誤中なんですよ。だからトランプ大統領が本当に誕生するかどうかはその暗殺のリスクも含めてそのまだ分からないんだけれども、まあいずれにしろそのトランプ・クリントンの対決になる可能性が高くて、で今のところですねトランプ・クリントンの7月から11月の本選でいうとやっぱりトランプさん4、ヒラリーさん6と考えるべきです。それはあのアメリカの世論調査もそうだけれども、ところがですねその今言ったそのテーブルをひっくり返す快感ね、あのそこにこう庶民がこうハマりつつあるっていうのか溺れつつあって、そうすると簡単にひっくり返ると思う僕は。で、まあ、前からこの番組でも言ってんのに、やっと外務省が情報収集と、ね、トランプさんに会ったことある人を探して、とりあえずもし大統領がトランプさんだったら、じゃあ国防長官は誰ですか、特に日本にとって影響大きい国務長官は誰ですか、中米大使も変わりますけど、じゃあトランプさんは一体誰を指名するのかっていうようなところを今大当てで始めてるんですけど、遅いっちゅうんですよ、もう本当に。ご承知の通り今アメリカの大統領選挙は予備選挙っていうやつで、はい、だから CNN なんか見ていただくとあのプライマリーっていう言葉が出てて、これはあのいろんな意味ありますけどこの場合は予備選挙っていう意味なんですよね、はい、で予備選挙がスーパーチューズで終わって、まあ、あのその後のこういうミニスーパーみたいなのが、はい、ミニスーパーデーみたいなのがあってもうだんだん山を越えてたんですが、はい、今回の結果で、誰が一番ショックを受けたと思います？それはね、共和党の方であのトランプさんの、勝ちで、はい、誰が一番ショックを受けたか。で撤退してルビオ氏は別ですか、はい、誰でしょうか、じゃあ残ってるクルーズですか。あ、これ誰がっていうのはさすがに意地悪質問か。この大統領選挙の関係あるこの、はい、たくさんの関係者、関係機関の中で、誰が一番ショックを受けたか。いやちょっとあのいつもの通り無茶ぶり質問なんですけど、誰だと思います？でこれが、あの見てるとありありと、はい、こうなってたわけでええみたいな、マルコ・ルビオさんじゃないですよ、はいはい、ルビオさんはね、あのずっと僕悪口言ってますけど、悪口って自分で言っちゃいけないな、あの批判してますけど、はい、八方美人で、はい、あのせっかく高い能力と、良い人格と、それから例えば日本に対しての知識も豊富で、日本は実は期待すべき人だったけど、良い子ぶりっ子で結局墓穴掘ったと思うんですけど、撤退する時の彼の演説は良かったです。であれが本来の彼だと思うから、なんせまだ44なんで、で次期アメリカ大統領は多分一期で終わるから、下手すと息持たないかもしれないんで、まだ次も40代ですから、あえて言うと黒人大統領初めて生まれて次ヒスパニック初めてってそんな簡単にいかないですよ。でヒスパニック系っていうのは例えばメキシコを中心にですね、まあ、貧しい人がかつて今も結構多いですけどいらっしゃるんですけど、人口の中で言うと 17% しかいないんで、アメリカっていうと例えばテレビで見るとその黒人の芸能界の活動がすごいし、はい、あのイメージがそういうイメージあるけども、実際やっぱり白人が一番多いんで、普通の白人がですね、で特にヒスパニックって言われるもともとスペイン語を話してたような人は人口の1割7分しかいないから、それを元にしていきなり大統領になるっていうのは難しい。だからルビオさん自身もその演説でですね、天はその今は時期じゃないという判断を下したと、はい、で自分はまあ次に備えるっていう趣旨のことを言ってましたけれども、まさしくその通りなんですよ、だから一平ちゃんが言った通り今回の結果で一番ショックを受けたのは一応ルビエさん外して、もちろん本人がっかりしてるけど、外してどこですか、ここなってるのが目に見えちゃう、いやもうだいぶヒント言ったよ、岡村ちゃんどうですか、こんなことあんの、ちょっと待ってよっていうのが、もう目の前で、日本人の僕の目の前で、
もういや、じゃクルーズじゃなければクリントンですか。いや、クリントンさんはむしろ一番普通に受け止めてた、彼女は予想してた。うん、岡間さん、え、岡間ちゃんに振ったっていうことは、え、これ僕の下みたいな。それで、CNN は正直言ってやっぱり世界のトッププロですよ、ニュースの、うん、それはやっぱりね、またこれの宣伝みたいになるけど、特定のところ宣伝して悪いけども、キャッチフレーズにね、うん、CNN Go There って言うんですよ、うん、CNN は必ずそこ行くと、はい、でこれ本当は CNN Goes There って言うべきですけど、うん、強調するときには特に米国はこれ取っちゃうわけですよね、うん、Thunderbirds are go、 サンダーバードって言うじゃないですか、はい、あれも文法的に変に、僕ちっちゃい頃最初英語習い出した頃、これおかしいんじゃねえって思ったんだけど、あのカウントダウンの音がなんか今耳の奥で、 Thunderbirds are go、 あれおかしいな、B 動詞と普通の動詞と両方あるんじゃないかって、ね、で話を元に戻すと、だから CNN go there って CNN は必ず現場に行くんだということを言ってたんです、はいはい、で僕も現場主義なんで、あれほど組織だってもちろんできないけれど、その CNN が本当に慌てたのを初めて見ましたよ。へえ、うん。予定も全般あれ。はあ、はあ、はい。それでじゃあルビオがなんでこんな負けたのかって分析しなきゃいけないけど、正直もう目見開いた状態で、あわわあわわ感が出てて、はあはあはあ、もうそんな余裕すらない。うん。でこれはものすごい現象が起きてるのは、まずトランプさんにとって不利なことがいろいろ出てきたんですよ。でその CNN がね。こういう特集をやってて、はい、これ選挙中にこれやれるっていうのはすごいと思うんだけど、トランプ VS って日本語で VS って言ってるけど、じゃあ書けばいいのか、ですね、なんか CNN の話になってあれなんだけど、地上波じゃない そこがいいですよね、ね、トランプ、はい、ね、VS、これ VS って言ってるけど本当は VS 対ね、Truth、 トランプ対真実って言ったわけ、要するにトランプは嘘ばっかり言ってるっていう特集で、なんとか川上さん、ショーン川上、はい、今大変なことになってますけどね、ぐらい、トランプさんの言ってることは嘘ばっかりだギャーっていうのをですね、急にダギャーになったけどももう例えば、一番 CNN が強調してたのはですね、はい、っていうか本当は CNN がトランプさんを押し上げたんですよ。だってトランプさんの演説だけずっと生中継してたの、最初からずっと。僕はもう途中で CNN みんなやめたんだもん。いつもバリ雑言ばっかり CNN つけたら聞かされるから。だから本当はこの人の演説をずっと生中継してて押し上げたんですけど、うん、その CNN はもうとにかくこう潰しにかかってて、いやそれが日本みたいにいやらしいやり方じゃなくて、はい、こういうふうに見えるようにやるわけですよ、もろに、で一番強調してたのは、トランプさんが演説しようとしたら、男が上がってこようとして、その SP とかに取り押さえられたあの場面あるじゃないですか、壇上に ね、ね、はい、であれをトランプさんはまたいい加減なこと言って、これは自称イスラム国の人間なんだとか影響されてんだとか出まかせ言ってるわけですよ、そしたらですね、一応僕の話はここでも全部つながるんですけど、CNN go there って言ってる通り、その男に会いに行ってるわけです、 CNN が、はいはい、それで逮捕されたんだけど、もういわば微罪扱いで釈放されてて、それで本人に、あなたはイスラム教徒なのって聞いたわけですよ、それと本人は直接、ね、キリスト教徒ですけどって普通に、普通のお兄ちゃんなわけですよ、まあちょっと普通じゃないけどもちょっと、まあかなり一生懸命運動してる人だけども、で、要するにトランプさんの言ってることは全部デタラメだと、口から出まかせだと、しかもそのもう意地悪ですか、どう思う。だってだからヒント言ってんじゃないですか、日本人の僕の目の前に見えるっていうのはこれはアメリカの大メディアですよ、大メディアは CNN も、それからアメリカの三大ネットワークもみんな、フロリダはヒスパニックの集まりなんだから、だからそれこそそうですよね、トランプさん勝つと思ってない、負けるはずがないっていうか、これはちょっとあんまり不正確になるけど、まあ北米大陸がこうあってですね、ひどいなこの絵ね、でもこういうふうに突き出てるのは、ここがフロリダであってマイアミなんですよ、はい、でここにあるのがキューバです、これバナナの皮じゃなくてキューバなんです、はいはいね、で実はこうつながってて、ここに中南米大陸がどんどんあるでしょ、だからこのキューバから逃げていった人はですね、キューバでその
要するに事実の独裁政権がね、その前も独裁政権なんだけど、はいはい、今のあの、ラウル・カストロさんのお兄さんのフィデル・カストロが、はい、皆さんがあのよくご存知のようにここで政権作った時に逃げ出した人たち、目の海の目の前だからこのマイアミフロリダ州にここにいっぱい集まったわけですよ。だから単に地元っていうだけじゃなくてガチガチの牙城なんですよ、マルコ・ルビオ。名前からしてマルコ・ルビオってルビオですから本当は。そうですね。ここでその勝つかあるいはトランプさんと競り合うというのを CNN から何からもうずっとそれを予想してたのが、超惨敗なんですよ。トランプさんが圧倒的に勝ってて、で、CNN 見てるとですね、はい、まあ他の仕事しながらしかチラチラ見てるだけですけど、もう票が開き出してからですね、これどうすんだこの原稿っていうところもやるから、オハイオはケーシクさんっていう、はい、名前出てきたけど、みんなあんま知らないと思うけど、現職の知事ですから、はいねはい、でそこでケーシクおそらく勝つだろうと、うん、だからトランプさんが全体的にこう止まるような印象が作れると思ってて、さすがの CNN もつまりリアルタイムの動きがすごい柔軟で、はい、いやだからすごいなと思うんですけど、まあトラハチの方が柔軟ですね。でもねCNN は本当はすごく作り込むから、でもそれが全部崩れた。でというのはですね、こういうのも逆効果になってるわけです。あ、帰ってそう、はあ、でそれは僕適当に言ってんじゃなくて、僕なりにこれは政府高官じゃなくて、僕の長年付き合ってきた庶民の人に聞くと、あれ言われると、はい、余計に意地でも、トランプさんに入れようかと思うのと、考えてみればと、ね、あいつら全部同じ穴の無地なんだと、 CNN も三大ネットワークも、それから共和党の主流派も、はい、だからクリントン一族も、国務省も国防総省もあいつら全部まとめて、全部ワシントンで違うんですけど、 CNN は、全然ワシントンじゃないんですけど、大体本拠地が、でも言ってる意味は分かりますよ。だからあいつらがってね、あいつらってそのアメリカの中に明らかに分断が起きてて、あいつらがトランプを攻撃すればするほど、とにかくみんなでトランプに入れようっていうふうにもうなっちゃったよと。あ、躍起になっちゃってね、もうね。だからそのヒスパニック系もキューバから亡命してどうのこうのっていう歴史も、だからマルコ・ロビオさんの親しみやすさとか人柄の良さとか言ってることのまとまさとか全部吹き飛んで、今までのアメリカはもう全部ちゃぶ台返しだと。はい、あ、一瞬今僕の本見てくれた。もちろんです、もちろんです。すごいな。別にそんなつもりなかったんだけど、逆転ガイドのキャッチコピーは、はい、重要なコピーはちゃぶ台返しですから、なんかあんまり評判良くないんだけど。いや、そんなことないですよ。いや、アメリカにちゃぶ台はないんだけど確かに、はい、確かにちゃぶ台ならまだちっちゃくて、もうそうですけどね、向こうちゃぶ台なら乗っかってのあのご飯とか味噌汁とかだから、アメリカは大きなテーブルをこう全員でグワシャーンと今ひっくり返してるんですよ、これは大統領選挙の。だから第一核変動、ね、これ悪循環っていうのか何ていうのか、トランプさんが無茶を言えば言うほど、あいつは、ね、自称イスラム国なんだと、イスラミックステイトなんだって、単に地元っていうだけじゃなくて、ガチガチの牙城なんですよ、マルコ・ルビオ、名前からしてマルコ・ルビオってルビオですから、本当は。そうですね、だからここでその勝つか、あるいはトランプさんと競り合うというのを CNN から何から、もうずっとそれを予想してたのが、超惨敗なんですよ。トランプさんが圧倒的に勝ってて、で、CNN 見てるとですね、はい、まあ他の仕事しながらしかチラチラ見てるだけですけど、もう票が開き出してからですね、これどうすんだこの原稿はみたいな。それで、CNN は正直言ってやっぱり世界のトッププロですよ、ニュースの。それはやっぱりね、またこれの宣伝みたいになるけど、特定のところを宣伝して悪いけども、キャッチフレーズにね、CNN Go There って言うんですよ。 CNN は必ずそこ行くと、でこれ本当は CNN Goes There って言うべきですけど、強調するときには特に米国はこれ取っちゃうわけですよね。 Thunderbirds are Go Thunderbird って言うじゃないですか、あれも文法的に変に、僕ちっちゃい頃最初英語習い出した頃、これおかしいんじゃねえって思ったんだけど、カウントダウンとかなんか今耳の奥で The birds are gold、 あれおかしいな、 B 動詞と普通の動詞と両方あるんじゃないかって、で話を元に戻すと、
だから CNN Go There って CNN は必ず現場に行くんだということを言ってて、はいはい、で僕も現場主義なんであれほどあの組織だってもちろんできないけれど、その CNN が本当に慌てたのを初めて見ましたよ。へえ、うん、予定も全般あれ、はあ、はあ、はい、それでじゃあルビオがなんでこんな負けたのかって分析しなきゃいけないけど、あの正直もうあの、うん、目見開いた状態で、うん、あ泡は泡感が出てて、はあはあ、もうそんな余裕すらない、うんうん、でこれはものすごい現象が起きてるのは、まずあのトランプさんにとって不利なことがいろいろ出てきたんですよ、うん、でその CNN がね、あのこういう特集をやってて、はい、あのこれ選挙中にこれやれるっていうのすごいと思うんだけど、あのトランプ versus versus って日本語で VS って言ってるけど、じゃあ書けばいいのか、ですね、なんか CNN の話になってあれなんだけど、地上波じゃない そこがいいですよね、ね、トランプ、はい、ね、versus、これ VS って言ってるけど本当 versus 対、ね、truth、 トランプ対真実って言ったわけ、要するにトランプは嘘ばっかり言ってるっていう特集で、あのなんとか川上さん、ショーン川上、はい、今大変なことになってますけどね、ぐらい、トランプさんの言ってることは嘘ばっかりだギャーっていうのをですね、あの急にダギャーになったけどももう例えば、あの一番 CNN が強調してたのはですね、っていうか本当は CNN がトランプさんを押し上げたんですよ。だってトランプさんの演説だけずっと生中継してたのも最初からずーっと、僕はもう途中で CNN みんなやめたんだもん。いつも罵詈雑言ばっかり CNN つけたら聞かされるから、だから本当はこの人の演説をずっと生中継してて押し上げたんですけど、その CNN はもうとにかくこう潰しにかかってて、いやそれが日本みたいにいやらしいやり方じゃなくて、こういうふうに見えるようにやるわけですよ、もろに。で一番強調してたのは、あのトランプさんが演説しようとしたら男が上がってこようとして、その SP とかに取り押さえられたあの場面あるじゃないですか、壇上にね、ね、はい、であれをトランプさんはまたいい加減なこと言って、これはあの自称イスラム国の人間なんだとか影響されてんだとか出任せ言ってるわけですよ、そしたらですね、一応僕の話はここでも全部つながるんですけど、CNN Go There って言ってる通り、その男に会いに行ってるわけです、 CNN が。それで逮捕されたんだけど、もうあのいわば微罪扱いで釈放されてて、それで本人に、あなたはあのイスラム教徒なのって聞いてるわけですよ、それと本人は直接、ね、キリスト教徒ですけどって普通に、普通のお兄ちゃんなわけですよ、まあちょっと普通じゃないけどもちょっとまああのかなりあの一生懸命運動してる人だけども、で要するにトランプさんの言ってることは全部デタラメだと、口から出まかせだと、しかもそのインタビューであの襲いかかったあの男は何て言ったかというと、その、カワード、要するに臆病者だと、ほらあの見たでしょって、その警備員に任せて自分は、こうなってたじゃないかみたいなことをですね、何回も何回も繰り返しやるわけです、ね、でその上で CNN をはじめあのアメリカの巨大メディアが期待してたのはですね、この今言った牙城のフロリダでルビオがあのマルコ・ルビオさんが息を吹き返して、ね、でちょうどオハイオ、ご承知の通り今アメリカの大統領選挙は予備選挙っていうやつで、はい、だから CNN なんか見ていただくとあのプライマリーっていう言葉が出てて、これはあのいろんな意味ありますけど、この場合は予備選挙っていう意味なんですよね、はい、で予備選挙がスーパーチューズで終わって、まあ、あのその後のこういうミニスーパーみたいなが、はい、ミニスーパーデーみたいなのがあって、もうだんだん山を越えてたんですが、はい、今回の結果で、誰が一番ショックを受けたと思います？それはね、共和党の方であのトランプさんの、勝ちで、はい、誰が一番ショックを受けたか。撤退してルビオ氏は別ですか、はい、誰でしょうか、じゃあ残ってるクルーズですか。あ、これ誰がっていうのはさすがに意地悪質問か。この大統領選挙の関係あるこのたくさんたくさんの関係者関係機関の中で誰が一番ショック受けたか。いやちょっとあのいつもの通り無茶ぶり質問なんですけど、いやいやいや、誰だと思います？でこれがあの見てるとありありとこうなってたわけ、ええみたいな。マルコ・ルビオさんじゃないですよ。ルビオさんはね、あのずっと僕悪口言ってますけど、悪口って
自分で言っちゃいけないな、批判してますけど、はい、八方美人で、はい、せっかく高い能力と、うん、良い人格と、それから例えば日本に対しての知識も豊富で、日本は実は期待すべき人だったけど、良い子ぶりっ子で結局墓穴掘ったと思うんですけど、撤退する時の彼の演説は良かったんですよ。であれが本来の彼だと思うから、なんせまだ44なんで、で次期アメリカ大統領は多分1期で終わるから、下手すと1期持たないかもしれないんで、まだ次も40代ですから、あえて言うと黒人大統領が初めて生まれて、次にヒスパニック初めてって、そんな簡単にいかないですよ。でヒスパニック系っていうのは例えばメキシコを中心にですね、まあ、貧しい人がかつて今も結構多いですけどいらっしゃるんですけど、人口の中でいうと 17% しかいないんで、アメリカっていうと例えばテレビで見るとその黒人の芸能界の活動がすごいし、イメージがそういうイメージあるけども、実際やっぱり白人が一番多いんで、普通の白人がですね。で特にヒスパニックって言われる、もともとスペイン語を話してたような人は人口の1割7分しかいないから、それを元にしていきなり大統領になるっていうのは難しい。だからルビオさん自身もその演説でですね、天はその今は時期じゃないという判断を下したと、で自分はまあ次に備えるっていう趣旨のことを言ってましたけれども、まさしくその通りなんですよ。だから一平ちゃんが言った通り、今回の結果で一番ショック受けたのは一応ルビエさん外して、もちろん本人がっかりしてるけど外して、どこですか、でここなってるのが目に見えちゃう。いや、もうだいぶヒント言ったよ。岡村ちゃんどうですか、こんなことあんの、ちょっと待ってよっていうのが、もう目の前で、日本人の僕の目の前で、もういや、じゃクルーズでなければクリントンですか。いや、クリントンさんはむしろ一番普通に受け止めてた、彼女は予想してた。うん、岡村さん、え、岡村ちゃんに振ったっていうことは、これ僕の質問は意地悪ですか。どう思う。だってだからヒント言ってんじゃないですか、日本人の僕の目の前に見えるっていうのは。これはアメリカの大メディアですよ。大メディアは CNN も、それからアメリカの三大ネットワークもみんな、フロリダはヒスパニックの集まりなんだから、だからそれこそそうですよね、トランプさん勝つと思ってない、負けるはずがないっていうか、これはちょっとあんまりお正確になるけど、まあ、北米大陸がこうあってですね、ひどいなこの絵、ね、でもこういうに突き出てるのは、ここがフロリダであってマイアミなんですよ、でここにあるのがキューバです、これはバナナの皮じゃなくてキューバなんです、ね、で実はこうつながってて、ここに中南米大陸がどんどんあるでしょ、だからこのキューバから逃げていった人はですね、キューバでその要するに事実の独裁政権がね、その前も独裁政権なんだけど、今のラウロ・カストロさんのお兄さんのフィデル・カストロが、皆さんがよくご存知のようにここで政権作った時に逃げ出した人たち、海の目の前だから、このマイアミ・フロリダ州にここにいっぱい集まったわけですよ。だから